アライ州は、モロッコ、タンジェテトゥアンある補正マ地方の都市、ララー州との表記もされる。人口は10万7371人。モロッコ北部にあり、タンジェの南約86キロメートルにある、大西洋に面した港町である。急速に都市化が進んでいる。地中海性気候であり、10月から4月までは、湿度があり涼しい。 5月から9月までは乾燥し暑い。年間の降雨量は7 0 0、mm、トルから8 0 0、mm、トルの間で、主として10月から4月の間に集中する。雨季に気温摂氏6度、寒季に摂氏32度を記録する。アライ井ュ周辺の水源は、ロッコアジとその支流に頼っている。メディナ・フェニキア人、カルタゴ人に知られた古代都市リクスがあった。伝説によるとアライシュは、 ドラゴンが守る、ヘスペリデスのそののある場所であるとされていた。アライシュは8世紀にでき、828年には、イドリー・スワサの王子が弟へ、アライシュを与えた。アラブ人は、中東地を、リクス周辺に作り、ルクス川の付近にまで拡張した。1471年、ポルトガル人が、アルシラとタンジェに定住し、アライシュに遠くないルクス川子まで迫り、 砦を建設し始めたしかし土着マグレブのムーレーナセル軍によって彼らは追放されたため完成しなかったムーレーナセルは海側からの脅威と川の影響を防ぐためにアライシュに強固な城壁を築いた1610年からアライシュはスペイン領となりサンアントニオでアララチェと呼ばれた1689年 アラウヤサのスルタン、イスマイールによってアライシュは占領された。1820年、アライシュはオーストリア軍艦隊から砲撃された。1859年、スペインモロッコ戦争の結果、アライシュはスペイン領モロッコの一部となった。1860年時点のアライシュ人口は3500人で、その大多数がイスラム教徒で200人ほどのユダヤ人、20人ほどの ヨーロッパ人がいた。およそ30年後の1911年、222年ぶりに、スペイン軍が、アライシュに上陸した。アライシュのスペイン保護領としての歴史は1956年まで続き、その間に、リベラシオン広場や、スペイン広場の建設、新たな市の大通りや、動脈の建設という都市計画が進められて、すべての面で変貌を遂げた。ありがとうございます。